So today's talk is going to have three parts. First, I will introduce the two models of reflection performed by Ueda. Then I will give you an account of philosophical reflection by Nishida that Ueda offers. And then I will go on to interpret this as a radicalized form of transcendent reflection.これで、ここで3つ彼女が提案してて、反省の2つのモデルにおける上だ。これ1番ね。反省の2つのモデルっていうのは、カントの超越論的認識論と、もう1つは、西田の純粋系で。2番目は、哲学的反省の西田の学説。3番は、これを超越論的反省の回復的な形としての解釈。ということで、この1番目はまず、上田 on two models of reflection というとこからまず入ってくるね。So we'll start with Ueda and the two models of reflection. He starts off with a simple experience, the experience of looking at a flower. ここで言ってるのは、まずスターティングポイントで花を見る経験。と言ってるんですね。Now, in the moment of seeing the flower, is there a self? これがくせ者でね、これ何週間も分からなかったんですよ。花を見る瞬間に自己はあるのか。これさっき言ったセルフですよね。で、自我っていうのがね、主観で、イゴっていうんですけど、セルフっていうのは客観なんですね。これが分かんなかった。普通そうですよね。セルフってのは主観と思うでしょう。違うんです。客観なんですよ。これここでね言ってるこれですよ。あ、これね。これ RFID。この富士通で RFID の購入するんですよ。あ、どこ行っちゃった？これか。あ、これですね。経験的には捉えられない主観、それから経験に捉えられうる客観、自己。だから経験的に捉えられうる客観というのは、従来からの経験で客観があって、経験に捉えない主観。なんで経験的に捉えないのか。経験の可能性の条件であり、ここでは可能性の条件って言ってるんですよね。もう可能性の状態って言ったら。この可能性の状態とか条件とかは、今までよくはっきり分かんないんだけど、可能性があるかどうかっていうふうに僕は理解してますから、主観っていうのは。Very briefly put, in the Western philosophical tradition, it has been understood that there is some kind of implicit self. まあ西洋哲学ではね、some kind of ってある一種のセルフ、要するに客観というものがあるという認識を持っているって彼女言ってんだよね。これがね、僕はね、分かんなかったんですよね。implicit self。暗黙のセルフ、自我がある、客観がある。まあそれはどういうふうに言ってるのかっていうと、物自体は識別できないけれども、現象を把握できる、そういう意味だと思うんですよね。In this pre-reflective experience of looking at the flower, whereas the Buddhist tradition has denied it. で、Buddhist tradition has denied, セルフない。
客観がないと、これ客観がないという意味はだから視覚合致してるからないと、そういう意味だと思うんですね。だから自己があるのか、西洋哲学は自己がある、暗黙的に。自己があるというか、西田は視覚未分の状態で自己がないと。これは、こういう事故というオブジェクト。おかしいよね、このパソコンね。さっき説明があったように、事故ってのはオブジェクト、客観のことで、客観は現象として認識できるが、物自体は認識できない。だから、セルフがあるのかっていうことは、西洋哲学では暗黙的に事故があるっていう、そういう意味です、暗黙的に事故がある。物自体は認識できないけど、現象として認識できる。そういうんですね。西洋哲学でも言った方がいいかな。ここはね、分かんなかったんですよね。客観。さっき言った高校倫理の授業では。客観っていうのは、地形とかそのもの、もの自体は認識できない。だけど、現象としては認識できると言ってましたよね。ここではそういうんです、暗黙的って言って。Now, what's interesting is that instead of attempting to analyze experience and attempting to give an answer to this. で、これはね、この経験を分析するためにしようとする代わりに、上田はこの質問をブラケットっていうか、まとめた、一括りにして、以下の通り考えた、そういうんですね。これは、この分析を試みする代わりに、上田はこの質問を一括りに以下のようにまとめた。ブラケット、一括りにまとめる。今朝ね、全部直したんですけどね、もう、ついね、なんか知らないけど、ね、直ってないんですよね。で次は何言ってるかというと、Whether brackets this question to start off with, whether or not there is a self in the pre-reflective experience of looking at the flower. Rather, he begins his analysis with the following rather uncontroversial point, namely that when I reflect on the experience, I become aware of the I that is reflecting on the experience.これね、これもどういう意味かって苦労したんですけどね、こういうふうに僕はね、リフレクトっていうのは反省じゃなくてね、分析を始めるにあたって私がこの経験を没頭するとき、When I reflect on the experience、 この経験に没頭するって訳したんですね。 I become aware of the I that is reflecting on the experience、 私がその経験に没頭している私に気がつく。
I become aware of the I that is reflecting on the experience. だからそもそも僕はね、ここに、ね、違和感を感じたのはね、I という、要するに没頭しているとき、リフレクティングしているときにね、その経験の中で、熟慮するとか実行しているときにね、私っていうのは気がついてないっていうのは視覚合一って思ったんだけど、ここではね、I become aware of the I って言ってるんですよね。これは彼女が説明しようとしてるのは、上田さんの本をベースに言ってるからそうやって書いてたと思うんですけど、二つの考え方をね、分けて考えてるんで、カントと西田とね、それで I っていうのをこう出したんだと思うんですよ。それで彼女は何言ってるかっていうと、So we, upon reflection, we say, I am looking at the flower. Here, the reflective eye goes back to our initial experience and interprets it as my experience. これ言ったのね、それでね、経験を私がね、I reflect on the experience. 経験に、この経験、の中にね、経験の中に没頭するとき、私はその経験に没頭している私に気がつく。で、私は花を見ている。で、これもね、アポンリフレクションのこれ反省じゃなくてね、熟慮の上でって訳したんですよね。The reflective eye go back to our initial experience. この The reflective って英語がよく分かんなかった。分かんなかった。反射するとか、視覚にふけるとかって意味あるんだけど。最初の経験に、go back 戻る。だからどうやって訳したかというと、私は初めての経験に戻って没頭していて、それを私の経験として解釈する、それを私の経験 as my experience として解釈する。で、そこで、two directions out, thinking can take from here. で、ここで彼女は二つの方法を説明するわけですよね。